アトランタ・ファルコンズはアメリカ合衆国ジョージア州アトランタに本拠地を置く NFL チーム NFC 南地区に所属している。1966年エクスパンションチームとして NFL に加盟した。2001年までは NFC 西地区に所属していた。これまでに地区優勝4回、スーパーボウルには第33回、第51回の2度出場しているが、いずれも敗れている。本拠地はメルセデス・ベンツスタジアム。本部と練習場はアトランタ北東部のフラワリーブランチに位置している。1965年6月30日、NFL コミッショナーのピート・ロゼールからランキン・スミスにオーナーシップが与えられ、チームが創設された。同年11月27日のドラフト1巡目、全体1位でテキサス大学出身の LB、トミー・ノービスを指名した。このドラフトでは1巡目から5巡目まで最初と最後に指名権が与えられた。ノービスはAFL ドラフトでも1巡目全体5位で、ヒューストン・オイラーズに指名されたがファルコンズに入団した。1966年8月1日に最初のプレシーズンゲームがフィラデルフィア・イーグルスとの間で行われた。レギュラーシーズン開幕後9連敗したが、11月20日、ロードでニューヨークジャイアンツを破り、シーズン初勝利を挙げた。最後の4試合で2勝を挙げて3勝11敗に終わった。ノービスはルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得、プロボウルにも選出された。1967年は1勝12敗1分に終わった。トミー・ノービスが2年連続プロボウルに選ばれた。1968年、開幕から3連敗したところで、ノーム・ヘッカーヘッドコーチは解任され、ノーム・バンブルックリンが後任となった。ヘッドコーチ交代後2試合目のニューヨークジャイアンツ戦でシーズン初勝利を挙げたが、その後1勝しかできず2勝12敗に終わった。クロード・ハンフリーが最優秀新人守備選手に選ばれた。1969年11月16日のシカゴベアーズ戦では控え QB ランディ・ジョンソンが 4TD パスを投げて48から31で勝利。週間最優秀攻撃選手に選ばれた。12月7日の地元での試合、FB ハーモンウェイジが TD ラン、TD レシーブ、TD パスを上げる活躍を見せて45から17でニューオーリンズセインツを破った。この年チームは創設以来最高の6勝8敗の成績を上げた。プロボウルにジム・バトラー、ボブ・ベリー、グレッグ・ブレジナ、ボブ・エター、ジョージ・クンツ、ジム・ミッチェル、ケン・リーブスの7名が選ばれた。1960年代の4シーズンを通してチームはわずか12勝しか挙げられなかった。1970年9月27日のグリーンベイ・パッカーズ戦でボブ・ベリーがチーム初の300ヤードを投げた QB となった。10月4日、ジム・バトラーがチーム記録となる127ヤードを走った。11月30日、チームはマンデーナイトフットボールに初登場を果たし、マイアミドルフィンズと対戦した。この年チームは開幕から6試合で3勝を挙げたが4勝8敗2分に終わった。プロボウルにハンフリー、クンツ、ノービスが選ばれている。1971年、この年、ノーム・バンブルックリンヘッドコーチがプロフットボール殿堂入りを果たした。最終週にニューオーリンズ・セインツを破り、7勝6敗1分けと、チーム初のシーズン勝ち越しを遂げた。1972年、ドラフトでハイズマン賞を受賞したパット・サリバンを獲得した。10月1日、デーブ・ハンプトンがチーム記録となる161ヤードを走って、チーム創設以来初めてロサンゼルス・ラムズを破った。2試合を残して7勝5敗の成績を収めていたが、サンフランシスコ 49ers に0から20と完封、負け、最終週のカンザスシティチーフス戦にも負けて7勝7敗に終わった。RB デイブ・ハンプトンは一旦は1000ヤードを超えたが、続くプレーで6ヤードをロスしてしまい995ヤードでシーズンを終えた。1973年、開幕戦でニューオーリンズ・セインツを62から7で破ったが、続く3試合で、合計15得点しか挙げられず3連敗した。その後7連勝したが、最後の3試合中2試合に敗れて9勝5敗で、プレーオフを逃した。デーブ・ハンプトンはこの年997ヤードのランで、2年連続あと一歩のところで1000ヤード、ラッシャーとなれなかった。この年、ニック・マイク・メイ、ジョン・ズック、クンツがプロボウルに選ばれた。1974年、2勝6敗となったところで、ノーム・バンブルックリンヘッドコーチは解任され、ディフェンスコーディネーターのマリオン・キャンベルが後任となったが、ヘッドコーチ交代後も5連敗し、最終週にようやく勝利し、3勝11敗に終わった。ハンフリーとジェフ・バンノートがプロボウルに選ばれた。1975年、ジョージ・クンツをドラフト全体1位指名権と引き換えに、ボルチモア・コルツにトレードした。ドラフトで QB スティーブ・バートコースキーを獲得した。2月26日、それまでにグリーンベイ・パッカーズ、マイアミ・ドルフィンズを競合にしたパッド・ペプラーが GM に就任した。この年チームは4勝10敗に終わった。最終週に61ヤードを走ったデーブ・ハンプトンが1000ヤード、ラッシャーとなった。バンノートとピー・ジョン・ジェームズがプロボウルに選ばれた。1976年、キャンベルヘッドコーチがシーズン途中に解任され、パッド・ペプラーが暫定ヘッドコーチとなった。チームは4勝10敗に終わった。ジョン・ジェームズは2年連続プロボウルに選ばれた。2年目の QB バート・コースキーは 2TD、9INT、キム・マッキルケンも 2TD、10INT と散々だった。1977年、ワシントン・レッドスキンズ、ダラス・カウボーイズで QB を務めたエディル・バロンが GM に、ランキン・スミス・ジュニアが球団社長に、ロサンゼルス・ラムズのアシスタントコーチ、リーマン・ベネットがヘッドコーチに就任した。14試合でわずか129失点という近代フットボールとなってからの記録を樹立、7勝7敗でシーズンを終えた。強力なディフェンスはザ・グリッツ・ブリッツと呼ばれた。ジョン・ジェームズ、ハンフリー、ローランド・ローレンスがプロボウルに選ばれた。1978年、2勝4敗から5連勝し7勝4敗、最後の5試合で3敗したものの9勝7敗で、チーム創設13年目でプレーオフ初出場を果たした。ワイルドカードプレーオフでは敵地でフィラデルフィア・イーグルスに14から13で勝利した。ディビジョナルプレーオフでダラス・カウボーイズと対戦し相手エース QB のロジャー・ストーバックを負傷退場に追い込み試合終盤リードしたが控え、QB ダニー・ホワイトに逆転を許し20から27で敗れた。1979年9月2日のニューオーリンズ・セインツとの開幕戦で新人 RB のウィリアム・アンドリュースが167ヤードを走り延長の末40から34で勝利した。彼はチーム記録となる1023ヤードを走った。また QB バート・コースキーは自身初の2000ヤードを超える2505ヤードを投げた。しかしディフェンスが388失点を許し、6勝10敗に終わった。バンノートがプロボウルに選ばれた。バート・コースキーは成長し、1980年、1981年と2年連続で30以上のタッチダウンパスを決めた7人の QB の一人となった。1980年、バート・コースキーがそれぞれチーム記録となる3544ヤード、31TD パス、ウィリアム・アンドリュースが1308ヤードを走り、アルフレッド・ジェンキンスがレシーブで1025ヤードを獲得、守備でもアル・リチャードソンが9試合連続でターンオーバーを奪うなど、合計42ターンオーバーを上げる活躍を見せ、チームは9連勝も、記録12勝4敗を上げて、NFC 西地区初優勝を果たした。アンドリュース、バート・コースキー、ジェンキンス、バンノート、マイク・ケン、ジュニア・ミラーがプロボウルに選ばれた。プレーオフでダラス・カウボーイズと対戦24から10とリードして第4球を迎えたが、ダニー・ホワイトからドリュー・ピアソンへのタッチダウンなどで20点を上げられ27から30で敗れた。1981年、チームは開幕から3連勝を果たしたが、サンフランシスコ 49ers 戦で3人の先発選手を負傷で失った。5点差以内で7敗し、7勝9敗に終わった。グリーンベイパッカーズ戦で第4球に NFL 記録となる31得点を挙げて17点差からの逆転を果たしている。プロボウルにチーム記録となる7人が選ばれた。1982年、ストライキで短縮されたシーズン5勝4敗でプレーオフに進出したが、ロードでの試合となったプレーオフ1回戦、ミネソタバイキングズに24-30で敗れた。この試合を最後にリーマン・ベネットヘッドコーチは解任された。マイク・ケン、ティールマン、万能とアンドリュースがプロボウルに選ばれた。1983年、ダン・ヘニングが新ヘッドコーチに就任した。12月18日の試合で、万能とがファルコンズの選手として200試合出場を果たした。ウィリアム・アンドリューがチーム新の1567ヤードを走り、バート・コースキーは3167ヤードのパスを投げたが、389失点を許し、7勝9敗に終わった。1984年、ウィリアム・アンドリューがシーズン開幕前、膝に大怪我を負いキャリアを終えた。代わりに先発 RB となったジェラルド・リグズが、ニューオーリンズ・セインツとの開幕戦で202ヤードを走り、この年1486ヤードを走り、13TD を挙げた。382失点を許し、4勝12敗に終わった。1985年、バート・コースキーがシーズンの大半を欠場。リグズは NFC トップの1719ヤードを走り、プロボウルに選ばれたがディフェンスが452失点を許し、4勝12敗に終わった。元ヘッドコーチのマリオン・キャンベルがディフェンスコーディネーターに就任している。1986年、バート・コースキーを解雇し、デビッド・アーチャーがエース QB となった。開幕から4連勝し、5勝1敗1分と好スタートを切ったが、残り試合で2勝しか挙げられず7勝8敗1分に終わった。シーズン終了後、ヘニングヘッドコーチは解任され、かつてヘッドコーチを務めたマリオン・キャンベルが後任となった。この年、18シーズンを過ごしたジェフ・バンノートが246試合出場の記録を残して現役を引退。彼の背番号57は永久欠番となった。ビル・フラリックとリグズがプロボウルに選ばれた。1987年、クリス・ミラーを獲得した。12月6日、リグズがアンドリュースの記録を破りチームのオールタイムリーディングラッシャーとなった。この年チームは3勝12敗に終わった。パンターのリック・ドネリーが平均 44.03 ヤード。キックオフリターナーのシルベスター・スタンプスが 27.5 ヤードで、それぞれ NFL トップの成績を上げた。プロボウルに、フラリック、リグズが選ばれている。1988年、5勝11敗に終わったが、その中で、CB スコット・ケースが10インターセプトを挙げ、11月の月間最優秀守備選手に選ばれた。また、ジョン・セトルが、ドラフト外入団選手として、初めて1000ヤード、ラッシャーとなった。フラリック、ケース、セトルがプロボウルに選ばれた。1989年、ドラフトでディオン・サンダースを獲得した。彼はロサンゼルス・ラムズとの開幕戦で68ヤードのパントリターン TD を挙げ、同じ週に NFL で TD、MLB でホームランを打った最初の選手となった。3勝9敗となったところで、キャンベルヘッドコーチを解任、ジム・ハニファンが指揮を取ったが残り4試合も、すべて敗れて3勝13敗に終わった。新人 WR のショーン・コリンズが NFL のルーキー記録となる58回のレシーブを記録した。1990年、アグレッシブなディフェンスとハイパーオフェンスの構築を目指すジェリー・グランビルがヘッドコーチに就任した。エルビス・プレスリーを好んだ彼は、サイドラインに黒い服装で立っただけでなく、チームヘルメットの色もそれまでの赤から黒に変更した。チームはドラフト全体1位指名権と引き換えにアンドレ・ライズン、クリス・ヒントンをインディアナポリス・コルツから獲得した。ミラーとライズンのホットラインは相手ディフェンスに驚異的なものとなった。この年5勝11敗に終わったが、シンシナティベンガルズとのサンデーナイトゲームで79ヤードのパントリターン TD を挙げたディオン・サンダースは NFL 有数の人気選手となった。アグレッシブなディフェンスは失敗することもあり、ジェリー・ライスへの5本を含む6本のタッチダウンパスをジョー・モンタナに決められた試合もあった。ジェシー・タグルが NFL トップの201タックル、ライズンがチーム記録となる82キャッチを挙げて、プロボウルに選ばれた。1991年のドラフト2巡でブレット・ファーブを獲得したが、グランビルはファーブを好まず、彼は4回のパスを投げただけで翌年、グリーンベイ・パッカーズのドラフト1巡目指名権とトレードされた。この年6連勝するなど、最後の11試合で8勝をし、9シーズンぶりにプレーオフに出場、ニューオーリンズ・セインツをロードで破ったが、ワシントン・レドスキンズに敗れた。ディオン・サンダースとティム・マッカイアーが NFL トップの6インターセプトを挙げ、プロボウルにはサンダース、ライズン、クリス・ミラー、ヒントンが選ばれた。ジョージアドーム1992年よりホームスタジアムをアトランタ・フルトン・カウンティ・スタジアムからジョージアドームに移した。この年、MLB と2枚わらじを履くディオン・サンダースは、所属するアトランタブレーブスがワールドシリーズに進出したこともあり、シーズン半ばまで欠場。ワールドシリーズが行われた日にもファルコンズの試合に出場したがチームは敗れた。オフェンスは NFL トップの 33TD パス、ライズンはチーム記録となる93回のキャッチを記録。ライズンとマイケル・ヘインズのコンビは NFL トップの 21TD を挙げたが、ディフェンスが414失点を許し、チームは6勝10敗に終わった。ライズン、サンダース、タグル、スペシャルチームのエルバート・シェリーがプロボウルに選ばれた。1993年、ライズンがチーム記録となる 15TD を挙げ、ボビー・エイビアは NFL3 位で自己ベストの 24TD パスを投げた。またキッカーのノーム・ジョンソンが FG27 本中26本を成功で、それぞれプロボウルに選ばれた。また3年目のエリック・ペグラムが1185ヤードを走った。ディオン・サンダースが7インターセプトを挙げたが、ディフェンスが385失点で6勝10敗。シーズン終了後グランビルヘッドコーチは辞任。ジューン・ジョーンズが後任となった。1994年、フリーエージェントでディオン・サンダースを失った。インディアナポリス・コルツからジェフ・ジョージを獲得。ジョージは3734ヤードを獲得。テランス・マチスとの間でチーム記録となる111本のパスを通した。この年14試合で先制12試合をリードして第4球を迎え、残り2分の段階でも11試合リードしていたものの7勝9敗でシーズンを終えた。マチス、タグル、シェリーがプロボウルに選ばれた。1995年、シーズン前、ニューオーリンズ・セインツからフリーエージェントとなったモーテン・アンダーセンを獲得した。5勝2敗と好スタートを切ったが、続く8試合で5敗、最終週、前年のスーパーボウルチャンピオン、サンフランシスコ 49ers 戦で、この年4143ヤードを投げたジョージが、脳震盪を起こし退場した。しかし控え QB のボビー・エイビアが第4球にテランス・マチスへの TD パスを決めて28から27で逆転勝ち、9勝7敗でプレーオフ出場を果たした。プレーオフではグリーンベイ・パッカーズに20から37で敗れた。この年、エリック・メトカーフ、テランス・マチス、バート・エマニュエル、クレイグ・ヘワードの4人が1000ヤード以上を獲得した。1996年、開幕から8連敗するなど、3勝13敗に終わった。シーズン終了後、ジョーンズヘッドコーチは解任された。ジャマール・アンダーソンが1000ヤード、ラッシャーとなっている。1997年、それまでデンバーブロンコスを3度スーパーボウルに導いたダン・リーブスがヘッドコーチに就任した。開幕から8試合でわずか1勝しかできなかったが、選手がシステムを理解しだした後半8試合で6勝し、7勝9敗でシーズンを終えた。クリス・チャンドラーが NFL2 位の QB レーティング 95.1 をマークし、自身初のプロボウルに選ばれた。またディフェンスは、チャック・スミスが12サック、トラビス・ホールが 10.5 サックを挙げるなど、リーグ2位の55サックを挙げた。シーズン中の10月26日、ランキン・スミスオーナーが72歳で亡くなった。1998年、開幕から6試合を5勝1敗、ニューヨーク・ジェッツに敗れたものの最後の9試合を全勝した。RB ジャマール・アンダーソンの1846ヤードを走る活躍、ディフェンスの44ターンオーバーを奪う活躍などで14勝2敗と、チーム史上最高の成績を挙げ、リーブスヘッドコーチは最優秀コーチに選ばれた。アンダーソンがタッチダウンを上げた後に見せるセレブレーションのダーティバードダンスは注目されるようになった。11月8日には、ニューイングランドペイトリオッツを敵地で破り1982年以来続いていた寒冷地での11月12月の試合の連敗記録を22で止めた。12月にはリーブスヘッドコーチが心臓のバイパス手術を受けるため一時チームを離れた。ディビジョナルプレーオフでサンフランシスコ 49ers を20から18で破り NFC チャンピオンシップゲームで15勝1敗の成績を上げたバイキングズをオーバータイムの末30から27で破り初のスーパーボウル出場を果たした。第33回スーパーボウルはかつてリーブスが主導したジョン・エルウェイ、リーブスの下でアシスタントコーチを務めていたマイク・シャナハンのデンバーブロンコスとの対戦になった。スーパーボウル前夜、セーフティの友人ロビンソンが売春のおとり捜査にかかり逮捕され19から34で敗れた。チャンドラー、レイ・ブキャナン、ロビンソン、タグル、ボブ・ホイットフィールド、アンダーソンがプロボウルに選ばれた。1999年、第34回スーパーボウルがアトランタで開催されることもあり、史上初の地元チーム出場に期待は高まった。第2週にジャマール・アンダーソンが膝にシーズン絶望となる大怪我をした。チームは開幕から4連敗、5勝11敗でシーズンを終えた。ピッツバーグスティーラーズとのマンデーナイトフットボールで、マチスが12キャッチ166ヤードを獲得する活躍を見せて、チームの歴代リーディングレシーバーとなった。2000年、開幕から3試合で2勝したが、その後12試合で11敗、4勝12敗でシーズンを終えた。5試合目にキース・ブルッキング、8試合目で、タグルが負傷し、シーズンを終えた。ジャマール・アンダーソンが前年の大怪我から復帰し、1024ヤードを走っている。またモーテン・アンダーセンが開幕戦と最終週に5FG ずつを上げて、FG 成功数と得点で、チーム歴代1位となった。またマチスがアルフレッド・ジェンキンスを抜いて、レシーブヤードでもチーム歴代1位となった。ドラフト7巡で獲得したダリック・ボーンが、キックオフリターンで NFL トップの 27.7 ヤードをリターン 3TD を上げた。2001年サンディエゴチャージャーズとのトレードでドラフト5巡目の指名権とティム・ドワイトに変えてドラフト1巡目の指名権を獲得する。このドラフト権でマイケル・ビックを獲得した。ビックは1年目はクリス・チャンドラーと併用され、パスで785ヤード、ランで300ヤードを獲得した。2試合を残して7勝7敗とプレーオフ争いに残っていたが、最後の2試合に敗れて7勝9敗で終えた。全16試合中11試合で10タックル以上を上げたキース・ブルッキングがプロボウルに選ばれた。パトリック・カーニーが12サックを上げた。アーサー・ブランクオーナー2002年2月にアーサー・ブランクが新オーナーとなった。チームは前年までタンパベイバッカニアーズに在籍したウォリック・ダウンを獲得した。プレシーズンに14年間ファルコンズでプレーしたタグルが引退を表明した。この年ビックがエース QB に昇格した。開幕から4試合で1勝3敗と出遅れたが続く8試合で7勝1分の成績を上げた。ビックは12月1日のミネソタバイキングス戦で NFL と AFL が統合以後、QB としてのラッシング記録を更新する173ヤードを走り30から24の勝利に貢献した。ラン攻撃が前年の16位から4位、ウェイド・フィリップスディフェンスコーディネーターが導入した3から4ディフェンスはリーグ3位の24インターセプト、2位の39、ターンオーバー、4位の47サックを挙げた。チームはこの年、9勝6敗1分でプレーオフに出場、敵地ランボーフィールドでグリーンベイパッカーズを27から7で破ったが、フィラデルフィア・イーグルスに6から20で敗れた。ブルッキングが自己ベストの212タックルを上げて2年連続プロボウルに選ばれた。2003年シーズン前にエース QB マイケル・ビックが足を負傷したためチームは苦戦し、第2週から7連敗した。ビックは11試合目でようやく復帰した。ヘッドコーチのダン・リーブスはこの年、キャリア200勝を果たしたが、シーズン残り3試合となった12月10日に解任され、後任にはディフェンシブコーディネーターのウェイド・フィリップスが就任、12月15日にリッチ・マッケイが GM に就任した。5勝11敗でシーズンを終えた。ブルッキングとアルジ・クランプラーがプロボウルに選ばれた。ジム・モーラヘッドコーチ2004年1月9日。ジムエル・モーラがヘッドコーチに就任した。QB マイケル・ビックが怪我から回復、開幕から4連勝、第14週のオークランド・レイダース戦で TJ ダケットの 4TD ランで35から10と勝利するなど11勝5敗で NFC 南地区優勝を果たした。ラン攻撃2672ヤード、48、サックはそれぞれ NFL トップの成績であった。ディビジョナルプレーオフでセントルイスラムズ戦で NFL のプレーオフ記録となる327ヤードのラン攻撃などで47から17と勝利し NFC チャンピオンシップゲームに進んだがフィラデルフィア・イーグルスに10から27で敗れた。ビック、クランプラー、ブルッキング、パトリック・カーニー、アレン・ロッサムがプロボウルに選ばれた。2005年シーズン開幕から8試合で6勝2敗の成績を収めたが、残り8試合で2勝しかできず8勝8敗で、プレーオフを逃した。ビックはパスで2412ヤード、15TD、13、INT、ウォリックダンが1416ヤードを走りチームの、ラン攻撃は2546ヤードで2年、連続 NFL トップであった。またクランプラーが、自己ベストの65回、877ヤードをレシーブで稼いだ。ダン、クランプラー、ビック、ブルッキング、ロッド・コールマン、ディアンジェロ・ホールがプロボウルに選ばれた。ボールをハンドオフするマイケル・ビック2006年、前年のスーパーボウルチャンピオンのピッツバーグ・スティーラーズにビックが 4TD パスを投げてオーバータイムの末41から38で勝利した。5勝2敗と好スタートを切ったが、その後4連敗を喫した。ダラスカウボーイズ戦でビックが再び 4TD パスを投げるとともに、モーテン・アンダーセンが NFL 史上最多得点を挙げた選手となった。この年チームは7勝9敗に終わりシーズン終了後、ジムエル・モーラヘッドコーチは解任された。この年もラン攻撃は2939ヤードを獲得し、3年連続で NFL トップの数字を残した。クランプラーとディアンジェロ・ホールがプロボウルに選ばれた。2007年1月、ルイビル大学のヘッドコーチ、ボビー・ペトリーノが新ヘッドコーチに就任した。3月に控え QB のマット・ショーブがヒューストン・テキサンズへトレードされた。4月、ビックが違法である統計に関与していた疑いから家宅捜索を受け、その後 NFL から無期限出場停止を命じられた。10月9日、チームは調停人を通じて$2000万の返還をビックに命じた。ビックに禁錮1年11ヶ月の判決が出た12月10日のニューオーリンズ・セインツ戦でビックを支援するため、NFL のユニフォーム規定違反をアルジ・クランプラー、ディアンジェル・ホール、クリス・ヒューストン、ロディ・ホワイト、ジョー・ホーンの5選手が犯し罰金処分がなされた。チームは1勝6敗と出遅れ、12月11日、ペトリーノヘッドコーチが3試合を残して辞任、最後の3試合は、エミット・トーマスが指揮した。この年4勝12敗でシーズンを終えた。この年16人が、故障者リスト入りしている。ハドルを組むファルコンズの選手たち2008年、マイク・スミスがヘッドコーチに就任した。2月4日、ミネアポリス連邦地裁で、ビッグに払った3700万ドルのボーナスのうち、2000万ドルを回収できるとした決定を覆す判決が出された。3月、サンディエゴ・チャージャーズの控え RB、マイケル・ターナーを獲得、ウォリック・ダンを放出した。ドラフトでは全体3位でマット・ライアンを獲得した。ライアンは開幕からエース QB となり、開幕戦のデトロイト・ライオンズ戦ではマイケル・ターナーがチーム記録となる220ヤードを走る活躍を見せて34-21で勝利した。第12週のカロライナ・パンサーズ戦でマイケル・ターナーが 4TD を挙げる活躍を見せ45-28で勝利した。チームは11勝5敗で、ワイルドカードながら4年ぶりにプレーオフに出場したが、アリゾナカージナルスに24-30で敗れて、シーズンを終えた。この年スミスヘッドコーチは、AP 通信により、コーチオブザイヤーに3440ヤード、16TD を挙げた、ライアンも NFL 最優秀新人攻撃選手に選ばれた。また、NFL2 位の1699ヤードを走ったマイケル・ターナーとレシーブでチーム記録となる1382ヤードを獲得したロディ・ホワイトがプロボウルに選ばれた。2009年スーパーボウルリング獲得を熱望するトニー・ゴンザレスをカンザスシティ・チーフスから獲得した。5月20日に仮釈放されていたマイケル・ビッグとの契約を6月に解除した。4勝1敗と好スタートを切ったが、マイケル・ターナーが膝の故障で5試合に欠場、復帰後もあまり活躍できず、9勝7敗と、チーム創設以来初の2年連続勝ち越しを果たしたが、プレーオフを逃した。エリック・ウィームス2010年、開幕戦で、ピッツバーグ・スティーラーズに敗れたが、その後4連勝、フィラデルフィア・イーグルスに敗れて、連勝は止まったが、次の試合から8連勝を記録。13勝3敗で地区優勝し、NFC 第1シードを獲得したディビジョナルプレーオフで、グリーンベイパッカーズに21-48で敗れて、シーズンを終えた。ライアンは、この年自己ベストの3705ヤード、28TD を挙げた。またロディ・ホワイトが、チーム記録となる115回のキャッチで1389ヤードを獲得した。マイケル・ターナーは、NFC トップの1371ヤードを走り 12TD を上げている。トニー・ゴンザレスはタイトエンドとして初めて1000キャッチを記録した選手となった。この年ジョン・エイブラハム、トニー・ゴンザレス、オビーム・ヘリ、マット・ライアン、マイケル・ターナー、エリック・ウィームス、ロディ・ホワイト、ダイソン・クラボ、ブレント・グリムスの9名がプロボウルに選ばれた。2011年10勝6敗でワイルドカードでプレーオフ出場を果たした。ワイルドカードプレーオフでは第4ダウン1ヤードからのマット・ライアンの QB スニークを2度とも阻止されるなどニューヨークジャイアンツ守備陣に苦しめられ、守備陣がセーフティで挙げた2得点に終わり、2-24と完敗した。シーズン終了後、オフェンスコーディネーターのマイク・ムラーキーが退団し、ジャクソンビル・ジャガーズのヘッドコーチに就任、後任にジャガーズで同職を務めていたダーク・コッターが就任した。2012年は開幕から8連勝し、ニューオーリンズ・セインツに敗れて連勝は止まったものの、その試合でトニー・ゴンザレスが手として NFL 史上初めて 100TD を達成した。チームは13勝3敗で NFC 第1シードでプレーオフを迎えた。ディビジョナルプレーオフのシアトルシーホークス戦では、試合時間残り31秒で27-28と逆転されたが、その後決勝 FG が決まり30-28で勝利した。カンファレンス決勝では、サンフランシスコ 49ers に一時17分-0とリードしながら24-28で敗れた。その後3シーズンはプレーオフに出場できなかった。2013年4勝12敗に終わった。この年、トニー・ゴンザレスが現役を引退した。HC のマイク・スミスは初めて負け越しのシーズンとなった。2014年6勝10敗でプレーオフを逃し、シーズン後に HC のマイク・スミスは更迭され、シアトル・シーホークスのディフェンスコーディネーターのダン・クインが後任となった。2015年はスタジアム内でクラウドノイズを人工的に作り出した疑いでリーグの調査が入り、2016年のドラフト権の一部を失い罰金を課せられた。ダン・クイン HC 最初の年は開幕から5連勝を飾り上々のスタートを切った。第16週には開幕から14連勝を続けていたカロライナ・パンサーズに初黒星をつけたが8勝8敗に終わり、プレーオフを逃した。この年、フリオ・ジョーンズは1871ヤードのパスキャッチを記録した。2016年はメルセデス・ベンツスタジアム移転を控えて、ジョージアドーム最後のシーズンとなった。オフシーズンに長年活躍してきたロディ・ホワイトとの契約を更新しなかった。ドラフトでは技術はどうでもいいから、スピードとフィジカルの強い選手を探してほしいというダン・クインヘッドコーチの要望に応える形で進められ、SS キアヌ・ニール、DB ディオン・ジョーンズ、DB デボン・ドレ・キャンベルの守備選手を補強。3巡ではテオースティン・フーパーを指名した。これらの指名によりファルコンズの守備にスピードとフィジカルが加わり、守備陣は一気に若返った。またオフェンスではクリーブランド・ブラウンズよりC・アレックス・マック、シンシナティ・ベンガルズから WR、モハメド・サルーを獲得。開幕直前にはベンガルズと契約に至らなかった。WR テイラー・ゲイブリエルを加え開幕戦へと臨んだ。開幕戦では地元でタンパベイバッカニアーズに24-31で敗戦。大事なところでフォルススタートなどの反則で攻撃のリズムが狂うが2年目の第2 RB テビン・コールマンが前年のファンブル癖を克服しパスキャッチ力の進歩を証明してみせた。2戦目アウェーでオークランドレイダースと対戦、WR フリオ・ジョーンズなどの活躍で35-28で勝利をつかむ。しかしまだ若手主体の守備陣はミスタックルなどが多く、攻撃陣のおかげで勝てたという状態だった。3戦目、マンデーナイトでニューオーリンズ・セインツと戦った。ゲームは両 QB の投げ合いとなるが、終始先手を取ったファルコンズがセインツの反撃をかわして逃げ切った。このゲームでは WR フリオ・ジョーンズが怪我のため練習できず、試合に臨んだためパス7回中1回のキャッチにとどまった。しかし QB ライアンはパスを8人の選手に投げ分け、前年とは違うことを証明してみせた。またプレシーズンで怪我をしていた SS キアヌ・ニールのデビュー戦でもあった。第4戦、カロライナに乗り込み、QB マット・ライアンがパス503ヤード、WR フリオ・ジョーンズがレシーブ300ヤードという記録を打ち立てる。同じ試合でパス500ヤードとレシーブ300ヤードというのは NFL 史上初の快挙であった。第5戦、前年度スーパーボウル優勝のデンバーブロンコスに23-16で勝利した。攻撃では RB テビン・コールマンがラン31ヤード、レシーブ136ヤードと活躍、守備では前年のドラフト1位の OLB ビッグ・ビズリーが 3.5 サック、3.5 ファンブルフォースと大活躍した。この勝利によって前年スーパーボウルに出場した両チームに勝つということとなり、評価を上げた。第6戦、シアトル・シーホークス戦では、試合終了間際に QB ライアンが WR フリオ・ジョーンズに投げたパスに対するリチャード・シャーマンのパスインターフェアがコールされず、24-26で敗れた。このことは各マスコミがこぞって取り上げ問題となった。またダン・クイン HC も正式に NFL に抗議すると宣言した。第7戦、ジョージアドームに戻りサンディエゴチャージャーズ相手に30-33で敗れた。この敗戦により5連勝から成績を落とした前年のことが取り上げられ評価を落とした。第8戦、グリーンベイパッカーズに33-32で競り勝つ。両、QB ともレーティング120以上の投げ合いとなるが、最後に WR、モハメド・サヌーへの TD パスが通り逆転勝利した。第9戦、バッカニアーズに勝利したが、CB、デズモンド・トゥルファントが怪我によりシーズン絶望となった。第10戦、フィラデルフィア・イーグルスには15-24で完敗。第11戦、アリゾナ・カージナルスには大勝した。第12戦、守備重視のカンザスシティ・チーフスとの対戦では、相手のパントフェイクなどの奇襲に対処できず、守備陣の若さが露呈。逆転 TD 後、点差を広げておくための2点コンバージョンのパスが、インターセプト TD され28-29で敗れた。続く第13戦、14戦では低迷するロサンゼルスラムズ、サンフランシスコ49ersを42-14、41-13と下した。この2試合に WR フリオ・ジョーンズはつま先の怪我により不出場。第15、16戦では同地区のカロライナ・パンサーズとニューオーリンズ・セインツを33-16、38-32と下し、レギュラーシーズンを11勝5敗の成績とし、NFC 第2シードを獲得し、プレーオフに挑んだ。ディビジョナルプレーオフ、シアトルシーホークスを迎え、36-20で勝利。第2球に19点を挙げたファルコンズは、後半に入ると守備陣が覚醒し、ブリッツ対応などにより、シーホークスオフェンスを機能させなかった。続く NFC チャンピオンシップでは、第1シードのダラスカウボーイズを倒したグリーンベイパッカーズを迎え44-21で退けた。この試合では攻撃機会8回中6回で TD を奪う猛攻であった。守備陣も前半のパッカーズの攻撃を無得点に抑え、18年ぶり2回目のスーパーボウル出場を果たした。ペイトリオッツとの第51回スーパーボウルでは、第3球途中まで28-3とリードを広げたが、終盤に追いつかれ28-28のまま、スーパーボウル史上初の延長戦へと突入した。コイントスに勝ったペイトリオッツが、初めの攻撃機会で TD を決め28-34で敗戦。QB マット・ライアンは、シーズン MVP と最優秀攻撃選手を受賞し、オールプロとプロボウルに選出。OLB ビッグ・ビーズリーはサック王となり、オールプロとプロボウルに選出。また WR フリオ・ジョーンズはリーグで唯一1試合平均100ヤード以上のレシーブを達成し、オールプロとプロボウルに選出。その他、RB デボンテ・フリーマン、K マット・ブライアンと C アレックス・マックがプロボウルに選出された。2017年は最終戦に勝ち、辛くもワイルドカードでプレーオフ進出を果たした。初戦はロサンゼルスラムズを破ったが、次戦では第1シードのフィラデルフィア・イーグルスに敗れた。2018年、2019年と連続してプレーオフを逃した。2020年は0勝5敗のスタートとなり、2020年10月11日には HC のクイーンと GM のディミトロフが解雇された。地区最下位となって3年続いて、プレーオフを逃した。HC 後任には、タイタンズ・オークルのアーサー・スミスが起用された。GM 後任には、セインツのアシスタント GM だった、テリー・ホンテノーが就任した。2021年6月には、フリオ・ジョーンズをテネシー・タイタンズにトレードした。フレディ・ファルコンチームの公式マスコットは、1972年に登場したハヤブサのフレディ・ファルコンである。公式チアリーダーとして、アトランタ・ファルコンズチアリーダーズが活動している。大石理恵が2012年から2015年まで在籍していた。一度対戦二度対戦ファルコンズは永久欠番を制定していないが、リングオブオナーとして選手の栄誉を称えている。ありがとうございます。